昔のバビロニア、鋼の拳が天を突く。今回ね、あのリメイクをするということで、まあ、当然楽曲もその、アレンジをしたり愛読をしようみたいな形で動いてる中で、プリキ大王をどうするかっていう、ね、話で、海外にも初めて発売するし、あの満を持してのね、四半世紀を超えての悲願のリメイクなので、これはやっぱりお願いするとしたらって考えると、もうそこは影山さん一択だったな。その姿、古代のパワーが蘇る。お前の瞳に映るの。まあでも、なんていうんだか、その好き感もきっとプレイしてくださる方にも伝わるんじゃないかなとは。こう私たちがもう実際楽しんでこう作ってるとか、自分の好きなものを求めていった結果こうなってるっていうのは、なんか伝わるんじゃないかなと。いや、もうすごいかっこいいです。この技名がこんなにかっこよく聞こえるとは思いませんでした。90年代にもうすごい歌ってた頃の自分をちょっと思い出しながら歌いました。そういうとこをこう聞いてほしいなと。